はい、ご視聴ありがとうございます。吉川英治作、大岡越前、朗読その第5回、虫の音しぐれ。ところが幸か不幸か、大岡一十郎が恐手と知り染めた翌年、一族の亀次郎の家庭に凶事が起こった。いや、同姓の大岡十一家に皆何のかかってきた事件だった。それは亀次郎の父、大岡五郎左衛門忠秀が藩頭の高力伊予の神をその自邸で政治上の総論から打ち果たしたのである。五郎左衛門もその場で伊予守の家来に斬り殺されてしまったが、不埒とあって亀へは断絶を命ぜられた。親戚の他の大岡実家も皆閉門謹慎の役にあった。一十郎の養家、大岡中右衛門の家も免れなかった。家族皆が共に固い金属である。どんな恋もこの怪言の目とこの鉄火は破りえなかった。この期間、閉門1年4ヶ月の間に一十郎は我に帰った。彼の素質は反省に帰る一面を持っていた。遊興の日を読書に没し、禅に参入し、若い命を自ら叩き覚ますにつれ、一人止めどなく涙した。が、奉仕した五郎左衛門忠秀の一子亀次郎にはそんな機会がなかった。彼ら骨肉は重追放となり、召使いの田舎を頼るやら、恩獄の薄い縁者を当てになどして散らかったが、亀次郎はすぐ江戸へ舞い戻った。もちろん容貌をすっかり変えて、彼のアバタは灸や薬で自ら焼いてこしらえた作りアバタなのである。一十郎様、お臼など一服お立ていたしましょうか。家付きのお縫いは器量こそよくはないが、明るくて純な、そして教養もよく身についている乙女だった。二人は二人が許嫁であることをもうもちろん知っている。お縫いは二十歳、一十郎はすでに26歳。茶ですか？さあ、よしましょう。一十郎は読書からちょっと目を離したが、体は机から向きを変えず、お縫いにはすぐ去ってほしいような顔に見えた。が、彼女は一十郎が当の時から共に一つ屋に暮らしているので、恋人同士の間に触れ合うような細かい神経の奏ではその性格からも感じなかった。お疲れでしょう、そんなに5本ばかり読んでいらして。いいんです、ほっといてください。秋の晩は当箇所に親しむとき、夜が更けるのを知りません。お父上もお母様も一十郎はまるで変わった、閉門のことなどからどうかしたのではないかなどと陰で心配していらっしゃいますよ。出かければ出かけるでやかましいし。本当にね。でも三四年前はいくらなんでもあんまりでした。毎晩のように夜遊びにばかり出ていらして。うるさげな彼の顔色にも構わず、お縫いは一人で話しかけていた。一度なんか夜明け近くに塀を越えてお帰りになったことなんかあったでしょう。縫い殿、お休みください。まだご所見ですの？とは？自分で閉めます。じゃあお先に休ませていただきまする。
もういくらか彼の妻らしくさえしているふうに見える。一十郎には環境がない。嫌いではないが好きでもない。読書、彼は常に今でもその中に潜入していないと。自分の心がなおどこか危うげでならない。3年前の閉門はまこと自分の危うい青春の分かれ道を一歩前で救ってくれたことだったと思う。個人の書に素直に聞こう。子供になって大人の体験に教えられよう。要は生命の問題だ。人と生まれたという意義をどう受けるべきか。人間の世、面白いと見るべきか、牛と見るべきか、またくだらぬ歌方と見るべきか。おや、彼はふと庭もの秋草へ瞳を凝らした。旗と虫の音がひとときに止んだからである。おい一の字、覚えてるかい。俺は袖書きのあたりの萩村を割ってぬっと誰やら大かぶりをした男の影が中腰に立ち、こなたの書院の明かりに顔をさらしてみせた。と、誰だそっちは。息を詰めて凝視したがわからなかった。わかるめえ、わからねえはずだよ。おいち、四年ぶりだもの。懐かしいなこの部屋も。引きのようにのそのそと近づいて靴脱ぎへ腰を据え、かぶっている布を取ると縁に膝をつき込んでヘラヘラ笑った。あばたがおだが、その笑い癖は一十郎の遠くない記憶をギフと呼び覚ました。仲間の席、悪友仲間の絆ほど宿命的なものはない。兄弟の絆、主従の絆はなお立ち得ても、悪い仲間の席を抜けて正しきへ帰ろうとする道は難しい。彼らの仲間心理に言わせれば、なに魔人間へ、そりゃ誰だって考えねえバカはあるもんか。だが今さらてめえ一人でいい子になろうったってそうはいかねえ。虫が良すぎらな。そういうに違いないのである。その夜、この秋を書に親しんで十日静かに過去の日を心から洗っていた一十郎の書斎へ忍び込み、眼差しすごく死輪のしじまをあばかりながらささやき寄ってきたいとこの亀次郎の姿にもそんな考え方が宿っていた。勉強か、おいち。え、おい、嫌に学者ぶって何を読んでるんだい。と亀次郎は縁側から身延びして一十郎の寄っている机の上を覗き込み、なんだ論語か。今さら論語でもあるめえに、Cの玉枠なんて寝言をおさらいしてどうする気だい。事態孔子なんて野郎は正直者を食い物にする大嘘つきのいかさましだ。何より証拠は世の中を見ろ。どこに孔子の言ってる道なんてものがある。日頃憎悪する相手に巡り合っていきなりその面の皮へつばしてかかるように彼は罵り出した。孔子だの釈迦だの法然だの、どいつもみんな四月目らしい嘘っぱちの問屋じゃねえか。そのまた受け売り屋の講釈を真に受けてしたいこともせず窮屈に一生を棒に振っちまったアホがどれほど多いか俺なんざ身にしみて知ってるんだ。第一が俺の親父の大岡五郎左衛門、
正しい政治が立つとか立たんとか言って光力伊予の髪を切り、自分も殺され、家は断絶。俺という息子にまでこんな日陰の一生を残して死んでしまいやがった。一体大岡一門には正直の上にバカのつく侍が多いが、ここの親父のおめえの養父中右衛門なども。亀次郎、静かにしてくれ。たまりかねて一十郎は愛想の手を振りながら目で奥の部屋を指した。亀次郎の大亀も首をすくめてペロと下の先を見せ、まだ起きてるのか奥は。寝たが、もし父が目を覚ましてきたら二人ともただではすまん。おら、いいよ、構わねえよ。大亀はわざと言って、だがおめえはよし、気を使うのも無理やね。静かにしよう。亀次、一体あれからどうしていたのか。長い話は後でする。とにかく一の字かくまってくれ、今夜から。え、ここへか。ほんの遠ざだ。20日も経てば散って風もきっと緩むと俺は見ている。どこかそこらの押し入れ住まいで我慢しよう。頼むぜ、当分俺の体を。彼はのそのそ上がってきた。そして書斎の隅の戸棚を開け、もう我が住みかとそこへ尻の方から潜り込んだ。泡でこの世も。大岡家の門は稲穂の輪だった。稲荷の信仰者でそれにちなんだものという。そのせいか赤坂の屋敷の寺内には昔から豊川稲荷も勘定してあった。秋も末ごろとなり、木々の落ち葉がふるい落ちると小さな祠が小高い雑木の丘に垂天見える。